テレワーク継続したい人は 70%。 どうもコンサルチャンネル横山直です。今回はですね、ニューノーマルということで新しい常識ですね。でこのコロナ後のですね、仕事、働き方、給料、雇用、マネジメントなどですね、9つの新常識ということで話をしていければと思っております。でアフターコロナのですね、働き方はこう変わりますということですね、マレーシアより解説していきます。でこの動画ですね、最後まで見ていただきますと、コロナでどんな影響があったのか、あとはですね、ニューノーマルと呼ばれるですね、新常識とはどんなものなのか、あとはどんな人材がですね、必要となるのか、アフターコロナの働き方とはということで、こちらですね、分かりやすく解説していきますんで、ぜひ最後まで見ていただければなと思います。新型コロナウイルスによってですね、経済的にすごくですね、深刻な打撃を受けることになって、仕事であったりとかですね、働き方っていうのが大きく変わっています。でその中ですね、リモートワークになったりとかですね、社内のコミュニケーションが変わったりとか、あとはミーティングであったりとか、それもズームなのですね、オンラインになったりとかですね、就活であったりとか、ウェブの面接になるみたいなことが起きてるわけですね。そんな中ですね、じゃあコロナの後どうなってるかということの話をしていくと、企業の人手不足感っていうのは大幅に減少してるんですね。人も足りてるよねとか、人新しくいらないよねっていう形になってるということですね。あとは過剰、人が過剰なんじゃないかと思っている企業が増えてきていると。ですからこういったところで無駄が減ってきたりとかですね、無駄を減らしたりとか、そういったところをどんどんやりたいという企業が増えていると。で、コロナ後のですね、4月の状態だと完全失業者っていうのは189万人ということで、完全失業率 2.6% と、欧米諸国に比べたらそんなに上がってはないんですけど、日本でも上がってきていると。で、ただですね、その働けないという人ですね、コロナの影響で働けないという人が4月の時点ですが、休業者っていうのは597万人ということで、600万人近くがですね、働けないというような状態だったわけですね。で、その中ですね、求人の数っていうのも減ってきてます。で特にですね、その若者であったりとか年収300万円台の求人っていうのがすごく減ってきていると。逆に言うとですね、専門職とかマネジメント層っていうのは、求人減ってないんですね。ですからそういったところで、そういった専門職とかマネジメント層っていうところとか、エグゼクティブとか言われる、経営者層とか、そういった人たちに関してはですね、求人は減ってないと。これはこの後の流れとしてもこういうことが起きていくと。でその中でですね、DX、デジタルトランスフォーメーションの、そういった関係する仕事であったりとか、エグゼクティブ採用ですね、取締役とか、そういったマネジメント層の採用っていうのは増えていると。ですがそういったところで、これからいろんな企業がですね、オンライン化したい、インターネット化したいっていうことが増えていますし、そういったことが起きているというのが今の現状ですね。さらにですね、その中ですね、リモートワークを実施している会社っていうのが 25%、 リサーチ、いろいろ調べてみるとリモートワークを実際実施してますという会社は言ったらたった 25% しかいないと、4分の1で、その中でテレワークを継続したいと思っている人は 70% もいるわけです。テレワークを継続したいと思っている人は 70% もいると。じゃあなぜテレワークしたいかというところなんですが、それはですね、満員電車に乗らなくても OK ですし、移動時間が減ったりとかですね、無駄な会議が減ったりとか、あとはもう自分の時間が増えますし、苦手な人とのですね、接触が減ると、あとは家族との時間も増えると。そんな働き方をしていく中でですね、その自律的に働くこともできますし、チームの生産性が上がったと、あとは高いアウトプットが出せたと。ぜひですね、テレワークを続けたいという人が全体の 70% もいると。会社としては 25%、 4分の1の会社がテレワークを OK にしているわけなんですけど、そのうちですね、70% の人、働く手としては 70% の人がもうオンライン、テレワークがいいよねと思っているわけですね。でそこのギャップが出てくるわけだから、テレワークを OK にしている会社にはいい人が集まって、テレワークをしないところには人が集まらない、そんな状況も出てくるんじゃないかというところがあります。テレワークの問題としては信頼関係で、新しく築くのが難しいと。ですからこれからもですね、そのテレワーク、リモートワークでの、信頼関係の築き方っていうのが課題になってくるんじゃないかと言われているわけなんですが、今までですね、もうオフラインで一緒に働いてたから、どういう人がいてどういう性格でとかっていうのが分かってて、オンラインで働くことですね、リモートワークでも働くことができたわけなんですが、じゃあこれから新卒のですね、人たちが入ってきたりとかですね、新しくチームを作った時に全部じゃあリモートでやっていくっていうと、いろんなそのですね、リモートの中での信頼関係の作り方っていうのが課題になる、問題になるということなんですね。でその中からですね、じゃあアフターコロナ、ニューノーマルの9つの変化ということで話をしていければなと思っております。でまず1つ目、働き手のその価値観が大きく変わったわけですよね。で自分で考えて行動しないといけないとか、誰か指示待ちではダメだとかですね、自分で時間を管理しないといけないとかですね、家の中でも結構仕事できるんじゃないかとか、テレワークとかオンラインワークをすることによって、かなり働き手のですね、価値観が変わったっていうのが1つ目としてあります。で2つ目の変化、これはリモートワークによって柔軟な働き方ができるようになったということが、そういうことができるということが分かったということですね。ですからそのリモートワークによってですね、今までだったら出社しないといけないっていう考え方だった、会社もそうなんですけど、チームもそうかもしれませんが、そういう考え方があったところをリモートでも結構いけんじゃないかと、
というような、まあ、考え方にも変わっていったということで、柔軟な働き方ができるよねということが分かったということが、まあ、ニューノーマル、新しい働き方なわけですね。ですからそういったところで常識が変わっていって、まあ、リモートわざわざ会わなくてもいいよね、ミーティングも会わなくていいよね、商談も会わなくていいよねっていう形になってきてるし、面接であったりとかそういったものも会わなくていいよねっていうところで、新しい柔軟な働き方ができるようになってきたというところで、まあ、価値観も変わったし、そういった働き方も実際にできるようになったっていうのが2つ目の変化ですね。で、3つ目の変化、ジョブ型の働き方に移行していくと。で、これは今までだとですね、メンバーシップ型というところで、まあ、就職するときにはですね、その会社に就職すると。会社の中で、まあ、就職して、会社の中で役割を与えられて、あなたこれやってくださいねとか、移動があったりとか、まあ、そういうのがいろいろあったわけなんですけど、もうこれからはですね、ジョブ型の働き方になっていくんじゃないかと。ジョブ型っていうのは、会社に就職するというよりも、その仕事に就くと。いう形なんですね。まあ、その当然その会社の中で雇われたりとか一緒に働くわけなんですが、どの仕事っていうのをもう明確にして、この仕事のために入りますと。で、給料もそのジョブ型ベースの役割の役割給ということで、希少性の高いスキルを持っている人だったら給料が上がると。逆に供給方のですね、皆さん誰がやってもできるような仕事の人っていうのは給料が下がるということで、まあ、その年収の格差もどんどん広がっていくと。今までだったらその会社に就職していろんな仕事をしていってですね、年功序列で上がっていったけど、この会社のためだけのスキルとかだと転職ができなくなっていくわけですね。そうじゃなくて、他のところでも求められるようなそういったスキルを持った人っていうのは転職もできるし、給料も上がっていくと。まあ、それぞれ会社に就職というよりも仕事ごとに就職していくというような形になっていくっていうのが、ジョブ型の働き方になっていくっていうのが3つ目の変化ですね。で、4つ目の変化なんですが、4つ目の変化としましては、転職が増えると、で、人材が流動するということが起きていくと。まあ、実際にですね、このジョブ型になっていくっていうところもそうですし、まあ、そのオンラインとかテレワークができないんだったら他の仕事行きますよとか、もしくはもう業界がなくなっちゃって他の職場に行かないといけないとかですね、いろんな大きな変化が起きていくということで、転職が増えると、そうすると人材がどんどん流動していくと。4つ目の常識ですね。で、5つ目のニューノーマル、新しい常識は、デジタルトランスフォーメーションが進むと。で、このデジタルトランスフォーメーション、 DX と呼ばれるものなんですが、もうこれがかなり進んでいくと。ユーザーとの接点のデジタル化ですね。もうとにかくユーザーとの接点がどんどんデジタル化していくということで、今までだったら対面ですね、人と人が会うということが重要だったわけなんですが、これがですね、デジタル化して、接点をデジタルを使うことによって、まあ、メールからあったりとか、あとは、ホームページ見て問い合わせをして、そこからズームであったりとかっていう、まあ、その接点がどんどんデジタル化すると。ですから、そのデジタル化することによって何ができるかっていうと、データですね、データがどんどん取れるようになるので、データを見ながらですね、データ活用していきましょうと。で、どういう人が実際買ってくれてるかとかっていう、そういったいろんなデータも取れるようになっていくと。データが集まればですね、 AI によって分析ができたりとか、あとはマーケティングオートメーションというものがあって、マーケティングをですね、自動化するっていうこともできるようになるわけです。で、これはデジタル化、ユーザーとの接点がデジタル化することによって、かなりいろんなことがですね、できると。で、データを取ることもできますし、またはマーケティングオートメーションを使っていくっていうことができるということですね。で、その中でビジネスはとにかく非対面接触と、直接会わないっていうビジネスにどんどんなっていくし、自動化とかロボット化が進んでいくと。まあ、これ含めてデジタルトランスフォーメーションというような形をしますけど、ビジネスモデルのデジタル化ですね、っていうのがどんどん進むっていうのがこれからの時代ですね。で、そうなっていくと、その中で DX が得意な人っていうのはやっぱり人材として必要になるし、 DX でいうことができる会社っていうのがどんどんいい人が集まったりとかっていうことも起きるわけですね。ですから、そういったところでとにかくやっぱりインターネットであったりとかデジタル化っていうのがすごく重要で、まあ、僕もずっと専門家としてですね、今マレーシアのクアラルンプールでそういったビジネスもやってますけど、まあ、そういったところでデジタル化ですね、インターネット化っていうのはもうやっぱり進むなと思ってます。6つ目の変化としましては、業務の簡素化ですね。テクノロジーの進化によってどんどん簡単になっていく、簡素化していくと。日本の場合だとハンコを押さないといけないみたいなところが、全部それがもうデジタルのサインでいいですよねとかっていうことで、もうハンコを押さなくていいよねとか、いろいろなんかやんなくていいよねっていうのが進んでいくと。で、これはもう会議も例えばオンライン化して少人数にして時短にすることもできるし、出張が減ったりとかですね、会食が減ったりとかっていうことで、わざわざ人に会ってみたいなところとか、わざわざそこまで出張で行ってとかっていうのもなくなっていくし、移動の時間とかそういうのも全部なくなっていくというところで、どんどん業務が簡素化されるっていうのが6つ目の変化ですね。で、7つ目の変化ですが、7つ目の新常識は、フリーランスであったりとか副業が増えると。で、テクノロジーの進化によって簡素化して仕事が時短すると。で、そうすると、まあ、自宅にいることで、まあ、副業もできる時間もできていたりとかですね、フリーランスになることもできるわけです。ですから、まあ、そのジョブ型、仕事がジョブ型になっていくということは、どこかに雇われなくても、まあ、フリーランスとしてもやっていけるということも増えるわけですね。で、実際そのクラウドワーカーですね、クラウドワークのですね、まあ、登録がですね、2019年の12月からもうすでに2倍になっているということで、クラウドワークサイトがあるんですけど、そのフリーランスの登録するところの登録者数がもう12月から2倍になったと。
ということで、まあ、自宅にいてですね、何か仕事ができないかなとか、もしくは、まあ、外で働けないから、その空いた時間で何かしたいなという人も増えたわけですね。これまで休業でですね、まあ、緊急事態宣言で600万人近い人が、まあ、仕事ができなかったわけなので、まあ、そういった意味ではですね、そういう人たちが、まあ、クラウドワーク登録してっていうのもやってるかもしれませんし、テレワークによって通勤時間っていうのが必要なくなってくると、通勤時間を使ってですね、副業とか、まあ、フリーランスで働くことができるっていうことを考える人もどんどん増えると。で、8つ目としましては、オンライン会議が重要になりますよと。その今まで会議のやり方からオンライン会議というやり方に変わっていくわけですね。で、その中で、オンライン会議の中では、今まで会議っていうと情報伝達型で、何かトップですね、経営者がその皆さんに情報伝達して、伝えるために会議をやってた。その情報を交換するような、まあ、ミーティングに変わっていくということで、オンライン会議によってですね、顔を合わせて、まあ、情報伝達型からですね、まあ、その情報交換するようなミーティングに変わっていくと。でそうなるとファシリテーターと呼ばれるその間に入る人ですね、まあ、司会進行者であったりとか、まあ、その情報交換を円滑にするような、まあ、ファシリテーターっていうのはすごく重要になっていくということですね。その司会進行能力、ファシリテート能力が高い人っていうのがオンライン会議でもすごく重要になってくるので、まあ、そういったところで言うと今までのリアルの会議とオンライン会議だとちょっと違うというところがあって、そのオンライン会議が上手い人とかオンラインの、まあ、それセールスもそうですね、オンラインの使い方が上手い人っていうのがこれから重宝されるということが新常識としてなっていくということですね。9つ目の変化としましてはオフラインですね、これが特別なものになっていくというところなんですが、例えばオフィスに集まるとかもですね、まあ、全員が集まるわけではなくなってくるし、そのタイミングもですね、毎日集まってるわけではないと。じゃあオフィスに集まるっていうこと自体は特別なものになってきて、じゃあこのタイミングとかこういうミーティングをやるためにオフィスに集まりましょうとかですね、その人が集まったミーティングとか、あとはまあ食事会とかもそうかもしれませんが、もうそのオフラインで直接会うっていうのがかなり特別なものになっていくと、稀にしかですね集まんないみたいな形になっていくとですね、それも価値が上げる必要があるわけですね。でしかも不特定多数にやたら会うとかではなくて、もうしっかりと密な状態でですね、重要な人とだけ会うっていうことが、まあ、会食とかってもそのどんどん回数も減るだろうし、まあ、特別なものになってきますので、オフィスの使い方とかですね、その人が集まったミーティングとかの使い方が変わっていくと。でそのあたりもですね、しっかりと理解した上でやっていくことによって、これからの新しい時代ですね、アフターコロナの時代で常識が変わっていく中でですね、うまく働いていくことが必要になっていくと。でその中でじゃあ重要なことなんですが、その自分の意思と責任でですね、自分で選択していくっていうのがすごく重要になってるわけです。この時間に会社に行って会社でこういうことやってとかっていうのが決まってるわけではなく、自分の意思と自分の責任で自分で選択していく、自立ですね、自立していくことがすごく重要だということで、自立をしてですね、自分で考えて、で自分の必要とするスキルですね、そのいろんな人が必要とするスキルっていうのを実際にできるようになっていく。例えば副業をやってですね、そういったスキルを身につけるっていうのもありだと思うんですね。副業を働くことによっていろいろインターネットのスキルとかも身につくと思います。で、一つの会社にいたらですね、いろんなことができないわけですし、そのことしかできないような人になってしまうわけなんですが、土日に副業するか、通勤時間がなくなったところで副業するなりして、どんどん自分のスキルを上げていくと。でそうするといろんなことができるようになるので、自分の意思を持ってですね、自分で起業することもできるだろうし、フリーランスとして働くこともできるだろうし、転職することもできるというところが、まあ、これからの働き方になっていくので、すごくやっぱりその価値提供、どういう価値提供ができるかとかですね、どういう、まあ、自分自身が何ができるのかということを、やらないといけないですし、あとはインターネットとかオンラインの使い方がうまいとかですね、まあ、そういったことをしっかりとできるようになっていかないと、やっぱり必要のない人物になってしまいますので、そのあたりをぜひちょっと意識してですね、新しい常識の中で働いていっていただければなと思っております。ではですね、今回の動画いかがだったでしょうか。一言でもですね、コメントいただけるとすごく嬉しいので、全てコメント読ませていただいてますので、ぜひコメントいただければなと思います。あといいねとかですね、高評価いただけるとこちらも嬉しいです。で僕自身ですね、アフターコロナの世界でも自分らしく成功する、まあ、そういった人を増やしたいと思って、最新の価値ある情報をですね、コンサルチャンネルということで発信をさせていただいてます。でこれからもですね、価値ある情報を毎日発信していきますので、見逃さないようにですね、チャンネル登録しておいていただければなと思います。でチャンネル登録していただいたらですね、その隣のベルマークですね、そちらも押しておいていただくと新着の通知が届きますんで、ぜひですね、見逃さないようにチャンネル登録もしておいていただければなと思います。で僕自身はですね、マレーシアのクアラルンプールでウェブマーケティングとインターネットのマーケティングの会社をやっていまして、その中でですね、YCS というコンサルティングコミュニティというのを主催をさせていただいています。でこのコンサルティングコミュニティの YCS なんですが、参加した人がですね、インターネットを活用してビジネスをオンライン化することでですね、アフターコロナでも売り上げが上がるということですね。時間もですね、場所も経済的にも自由になることができるということで、まあ、今日話したような新常識、そういったところで働くことができる、まあ、そういったことですね、結果を出すことができる、まあ、そんな経営者、起業家、個人事業主の集まったですね、300名以上のコミュニティとなっております。
これからの時代にですね、生き残って成功していくため の、 そのビジネスのオンライン化であったりとか最新の情報とかそういったことを交換できるようなそういったコミュニティになってます。詳しくはですね、この下で無料のウェブセミナーを開催してますんで、ぜひですね、画面の下の概要欄からですね、ウェブセミナー無料ですので見ていただければなと思いますし、これからの働き方っていうところで、ですね、どんなことをやればいいかっていうのが分かるようになっています。あとですね、僕自身、本職でありますインターネットの集客とかビジネスのオンライン化、インターネットを活用する方法、こちらもですね、プレゼントさせていただいてまして、こちらは概要欄からですね、LINE 登録すると無料で受け取ることができますんで、こちらもぜひ登録しておいていただければなと思います。あとはですね、また次の動画でお会いできればと思っておりますんで、ではまた次の動画でお会いできればと思います。ありがとうございました。